はい、こんにちは。今日はね、こちらのゴールドトップのレスポールのピックアップ部分に関してご紹介します。リアに関してはね、日本の五島製のピックアップを改造しちゃったものです。ちょっとね、出力落としてあるんですけど、その分ね、すごくね、マイルドな音がします。こんな感じの音です。いいでしょう。気に入ってるんですよ、このピックアップ。で、今度フロントなんですが、フロントはね、以前渋谷にございました、ギターのカスタムパーツショップで作られたものです。ちょっと詳細に関してはね、不明なんですが、私の手元に来た時はかなりいい感じの音になってました。フロントこんな感じです。フロントまろやかですよ。もうこれは絶品。もう本当に艶やかな音がします。僕はね、結構フロントのピックアップを使うことが多いんで、フロントをすっごく重要視してるんですけど、フロントはとにかくいいで、リアはね、本当にチャッチャッチャって感じで刻んだりとか、あとはまあアクセント的に使う時にリアにパチッて切り替えるんですけど、それがね、リアがかなり使えるんですよ。このあの五島製のね、改造しちゃったものを、やっぱりね、今までなかなかあのハンバッカーでリアって使いにくかったんですけど、ここぐらいまで出力を落とすといいですね。すごく艶やかな音になります。弦をバーンと弾いてもね、その振動はうまくボディを伝って、ピックアップもね、マイクで拾ってくれる感じで、だから最近はね、リアのピックアップも積極的に使うようになってます。改めて今回ご紹介したのは、現在ね、このゴールドトップ、ESP 社の、レスポールに、使用しているピックアップ、PU と略されることがあります、多いですの、ご説明でした。ギターはね、いろいろ楽しめますよ。弾いて楽しいし、いじって楽しいし、ぜひね、皆さんも、ギター弾いてくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。 See you next time です。